TV のお時間でございます。さあというわけでございまして、今回登場するのはこちら、じゃーじゃーじゃーじゃらーゴン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 、はい、1月12日に全国リリースになりました15周年記念バンドスタイルベストアルバムベストオブリー。今回はですね、この中の曲解説をしたいと思います。いなりっしゅというわけでございまして、今日はですね、このベストロベリーの9曲目にありますスーパーファンキー、はい、こちらの曲解説でございます。もともとこれ4枚目のシングルのカップリングだったわけでございますけれども、まあ、As Air っていうね、アルバムを、リリースするにあたって、じゃあ何入れるって言ってね、はい、このいわゆるタイトル曲だったものではなく、カップリングのスーパーファンキーになりました。まあ、作った当時ですね、まあ、カップリングということもありまして、ライブでの披露があんまりなかったんですけども、アズエアーのね、アルバムに入れたところ、まあ、非常に人気が出たということでございまして、まあ、ライブでやるようになったと。で、もともとね、なんかこう、踊る曲を作りたいなというイメージで作っておりまして、ちょっとディスコファンクなところもありますし、まあ、振り付けをつけて、で、しかも、ね、この羽の元になったのが、このスーパーファンキーという曲でございます。はい。まあ、この曲、この羽をつけたら、この曲が始まるよっていう合図だったんですけども、まあ、その、歌チューブってね、NHK の、音楽番組に、我々が出た時に、真心ブラザーズさんがこれをね、まあ、この羽は君のアイデンティティだから取っちゃダメだよ言ったことによって、まあ、ライブ中ずーっと羽をつけてるようになる。まあ、そのおかげでね、あ、羽の人っていう形で覚えていただくことにはなりましたけども、まあ、ただね、この曲も踊りハードですから、皆さん、ハーハーになるかと思いますけど、ぜひ、しっかりね、はい、踊りまくっちゃってください。というわけでございまして、今日はですね、このスーパーファンキー、ご紹介しました。イノウリーシュ皆様のチャンネル登録、お願いしますというわけでございまして、今回入ってるバージョンはこのタラティネバージョン。また生活感を刷り込む。なんでタラチネかわかりますか？ね。まあ、タラチネのっていうのはですね、枕言葉なわけでございます。で、これスーパーファンキーのね、間にこう、いろいろとこう、ラップじゃないですけど、ね、トーキングでね、まあ、君と会ったの初めてでしょ？そんなことない？つっていろいろ語ってる。その中の一番最後、皆さん思い出してください。ね。朝まで語り合おうぜ。ピロートークで。ね。ピロートーク。日本語に訳すと、ね、まあ、枕言葉ということで、今回このタラチネバージョンってなってるわけです。意外と頭いいでしょ？